なんだろうね、結局ね、中華人民共和国ってね、相棒国家がないのよ、実は。まあ、朝鮮半島と日本列島に対して威張り腐ってたわけでしょ。ね、あと東南アジアに対して、ね、威張り腐ってたわけでしょ。で、頼みのインドはね、別に日和見でしょ。どこでも着きますって言って。あ、これ日和見できるもん、だってインドは。ね。中国はそれできへん立場やねん。何回も言ってるよ、これ。うち、これ、大阪時代も言わんかった、この解説。言ったよな。その途端なんか起きへんかった。ドガーン言って、覚えてないみんな。まあ、それ置いといて。ロシアがね、結局、ローマ帝国、東ローマとしてのね、後継者のね、立場をね、持ってるから。って言おうと思ってるのが、実はね、ウクライナの方が持ってるの。東ローマ帝国の継承権って。あ、それであれですかって言うの。それ、なるべくそれが原因やねん。それ言っとったね、プーチンも。ゼレンスキーも。京都もね。加藤時子さんのお兄さんのお店ね。言っとったね。要するに、キエ、料理店キエがね。言っとったね。京都祇園、河原町、というかもう、川端祇園、祇園やね。川端市場、要するに祇園。祇園で言っとった。そういうパーティーがあったって言ったでしょ、会がね。飲み会があって、飲み会が。そういうのが分かるっすよね、京都の学生には。かわいそうかしてる。これも言ったやろ、当時。言わんかった、これ。プーチン、挙兵策、ゼレンスキー挙兵っていうのが話をね。うち大阪市で言ってるやろ。プレサンスロジーから発信してんか。その時なんか起きんかった。起きてんな、絶対。で、結局、次元がね、変わったっていうか、まあ、より平和な形に、ね、なってるけど、ただね、ローマ帝国復活やね。帝国いうか、まあまあね。まあ、ローマ帝国の皇帝ちゃん、実は大統領とね、同じなんですよ。プレジデントなんですよ。カエサルっていうのはね。あまりだから、王族的なものではないのよね、それはね。だからちょっとね、東西のね、ネーミングのね、違いっていうのもちょっとね、この後ね、致命的な誤解を生む可能性はなきにしもあらず。ね。ヒポトルコの皇帝っていうのはね、オスマン皇帝っていうのはその東側っていうかね、東アジア風の考え方のものでしょ、周りはね。そんなのバッと突き刺さってるわけだけど。じゃあ、イランはペルシャっていうのは西側的な考え方。つまりペルシャとね、トルコがね、位置関係的に逆やねん。これも言ったやろ、同士。その時なんかピッカーって光らんかったよ。うちこれ、カドマの、プレザンスローゼカドマから発信してた内容もっぺん繰り返して同じ内容を喋ってるだけやけど。光ったな、あの時ピッカーって。覚えてる？うわ、なんかすごい光ってる外が、うわーって、紫色とかなんかいろんな色のこと言ったやろ。覚えてるな、あの発信。まあまあいいや。アメブロに書いてんの。それをね。じゃあこんなふうに放送しようと思ったらもうすっごいガリガリ出ちゃうのよ。ほんとアメブロやらダメブロで書いとって。必死で。今回もそれやねん。ただ今回あの時見て痛くはないけど、あの時めっちゃ痛かったから。で、ダークシンチ外れたから、カドマに落とされたけど、どうやら、核兵器プラズマ爆弾。だってその、松下って、この辺で終わったから。松下の構造で、パナソニックで作っとったんやけど、プラズマ爆弾っていうのは、至近距離でね、爆発しようって、させられたっていうか。それは今回の、この、なんか、のほほんとした今回の、ね、相変わらずね。で、じゃあ結局ね、中国にはね、友達国家がおらん。これも言ったでしょ。で、そのことでちょっと論争があったわけ。中国の友達国家からおらんことに関してね。まあ、石井ケムさんっていう人でね、論争しとって。ね、石井ケムさんは中国出身だね。北陸なんちゃらないけどね、研究員だね。そんなんと、ね、高田坂木村的な、
ね、お姫もね、から農作しとったの覚えてるかな。あの頃のアカウントことごとくないやろ、だから。で、結局、その、どっちつくかつかんかというとも、僕もここ地で行きたいかどうですかっていう話になるでしょ。だけど中国って同格の友達国家おらんからね。インドは日和見できるもんちやし、核兵器持っとるし、ね、でイランは黒幕やし、トルコはインドに似てるけどインドと似たことはできない。カチューも、インドってね意外と田舎やね、感染に沿ってるように見えながらね。ところがイランは感染だけど元締めっていうか、もう捨て身の元締めやね、イラン。トルコはって捨て身じゃないし、渦中の場所、一番美味しい場所、世界一番美味しい場所なのはトルコやけど、ただその代わりその生産力がね、結局の貿易の中心地という形でしかね、世界貿易のね、陸上貿易の、世界の陸上貿易の最も重要なのはもちろんトルコです。で、そんな具合だからね、世界をね、もっとよく見たらね、中国だけ見てるわけにいかんけどね、日本はね。ただ、まあ、いろんなね、うちが用いてるようなね、術的なものを、踏まえて言うとね、ちょっと別の動画の方がいいか知らんけど、じゃあもうその後の情報は手に入らないみたいな話もしてないですよ。困ったもんやね。だから結局中国に着くと僕孫子を地で行くコンビになるけどね。だってまあ中国のね、誤算はね、ロシアが味方って思い込んでたことやね。でもそれはもう違うって気がついてるわけで、ね、じゃあゼレンスキーとプーチンのある表現なんですけど、そうじゃないやろね。東洋系の、要するに 中国系のウクライナ人要さんおって、あっこ中国人要さんおったから、それの排除ちゃう、それロシアのせいにしてる可能性がある、ゼレンスキーは。ウクライナはね、要するにウクライナのゼレンスキーはロシアのプーチンのせいにしてる可能性がある。何かって東ローマ領域内における中国人の活動をプーチンによって邪魔させてる粛清かもしれない。中国人がウクライナからロシアに連れて行かれてる可能性がある、ね、でこれその人物の中からね、これ北京の命を受けた人物ですかっていうのを返してるやろうね。そうじゃない人物どうなってるかね。でしょ。あ、これ南京系の人、あ、上海バスの人ですとかね。あ、香港系の人なんですよとかね。あ、これ風景省のね、あの財閥でねとかね。それじゃあ北京これ返してほしいですかって時にね、いや、それはいらんのですよって習近平言えるよね。ほんならワインは金色省ってなるやん。でしょ。そういう勢力争いの道具にね使えるし、そんなもん読まれてるかもしれないね、西側社会から。その辺のことはね、西側だって似たようなことにずっとやってたわけだからね。え、じゃあ中国が組まれてて日本しかないねん。まあまあ韓国日本しかない。あ、そして、まあ、北朝鮮もあるね、もうすでに東側でね。ところがロシアが西側に寝返るじゃなくて、ね、そんな文脈じゃねえんだよ。全ローマだって言ってみる。じゃあウラジオまでローマ帝国が来てる形になる。急にギョってなるよ。ギョってそんな予選もギョってなるよね。これローマ帝国なんすかって。でその間西ローマ領域はうー疲れたってバーデンバーデン、マジかよ、いや頑張ったな俺たちってバーデンバーデンってやるかもしれない。でビールとかで、ああね、いや頑張った俺たちって。で元々ロシアってそのヨーロッパの